はい、YouTube 皆さんこんにちは。アニマルランドにようこそ。杉野さんのブースに来ました。今日はね、このために来たという新製品が出てます。アニマルランド、まずは一つ目これです。わかります？あ、今までと一緒じゃんと思うでしょ、ね、これはあの今度新しく出た12足用です。つけたいけどこれ島の用なんだよね。島の用しか発売しないんですかね、はい、僕あの杉のクランクなんですけどはい、こんな感じでね、種類が52-33で、こっちは50-32、こういうレパートリーになってます。はい、12足用はこんな感じなんですけど、はい、目玉目玉、今回これが見たかった。これ今105のリアディレイラーです。105のリアディレイラーの、元々のアームなんですけど、元々のアームにビッグプーリーがついているという状態です。この元々のアームなのになんでビッグプーリーがつくか、不思議でしょ。その秘密はこれです。はい、軸がずれてるでね、これがね、はい、今動いてるの分かる？動いてる、これ動いてる。はい、今ねこうなって軸の中心がだんだん向こうにっていうか、常に向こうにあるんですよね、中心が。はい、こんな感じで、あ、常に向こうっていうか、こういう感じですね。このチェーンに引っ張られてるから、こっち側に常にこうある感じですかね。ほら、今軸が上の方に向いてきてるでしょ。わかります？これ、はい、そして驚くのは反対側です。で見えてますけど、プロケットプーリーの距離が常に一定に保たれる。こいつが動くことによってどんどん離れていったりとか、どんどん近づいていったりっていうのをせずに、この距離を常に保つ。だからね、変速性能がねいいらしいんですよ。めっちゃ使ってみたいよね、これ。パンパン変わるんじゃないですかね。でもちろんこのベアリングはセラミックです。杉野さんといえばセラミックですよね。いやー、もうレースグレードのセラミックですよ。すごいでしょこれ。これね、あのデュラと105アルテグラで使えます。めちゃめちゃすごいっす。これですよ。これってアルミですか？外。初代のアルミは、あ、はい、トラックレーシングで使うような一番いい、あ、はい、上等なアルミ で、ええ、で表面処理もこのトラックのレーシングに使える S キュービックっていう、はい、一番硬いコーティングになります。あ、はい、これ硬いコーティングのやつっていうのはこういう風なミラー仕上げになるんですか、自動的に。S キュービックっていうのはこういうちょっとシャンパンゴールドみたいな仕上げになります。あ、はい、あ、そういうもんなんですね。素材の色ですね。はい、すごい見栄えがいいですよね、このキラッキラで。これってベアリングって2つついてるんですか？1つ入ってる。1つだけ、はい、ここだけ、こっちだけ。大きい方、ちっちゃい方。あ、大きい方なんですね。速度が必要なのはこっちの外側の方だけなんで、うん、ああ、なるほどね。あ、なるほど。特徴的にこれが一番いい位置に、うん、うまいこと考えるもんね。向こうって、うん、なかなかすごいですね。調整するまでは時間がかかる。うん、なるほど。もうやっぱりずっと同じ距離ですね。わかります？このスプロケとプーリーの距離がずっと一緒です。だいたいチェーン1個半ぐらいの距離って言いますか、1個分の距離って言いますか、それぐらいをずっと保ってる。すごい。
ごいすごいすごいすごいですね。でここの特徴としてはこのオフセット、あ動くんだ、はい、オフセットしますので、ここの小ギアの隙間の距離感が、ちょうどいい距離になるわけですね、はいはい、島田さんの純正のプーリーの距離感で一点に頼まれ、一点に保ちますので、あのこれはちょっと変速性のちょっと鳥肌が立ちましたね、今ね。おお、そういうことですね。はい、うん、なるほど、なるほど、うん。これ下も動くの？そうです、下も。下もこう動くんですね。はい、はい、はい、なるほど。こういう感じで、なので、ロー側に入れても、トップ側に入れても、距離感が一定ですので。はい、はい。で、大体他社さんのビッグプーリーに対応といえば、うん、あのギアが大きくなる分距離感がやっぱりどうしても変わってしまうので、はい、それで変速性能が悪くなってしまうんです、ね、なるほど、なるほど。あ、はい、でこのオフセットによって、そうですよね、はい、この長さが一定だと、はい、こう変えた時にスッときますもんね、はい、うん、距離が出ると変わりにくくなりますよね、はい、純正のアームはショートタイプしかないため、楕円チェーンリングをつけるとインナーハイでチェーンのたるみが起きてしまい、チェーンが外れてしまったりします。このプーリーをつけているとそのチェーンのたるみをなくすことができます。通常やらないんですけど、ハイ側でアウターからインナーへ変えてみましょう。ほらこんな感じで揺れるんですけど、純正のプーリーですとチェーンがたるみすぎてトラブルの原因になってしまうんですね。よく考えられてます、すごいです。はい、いかがでしたでしょうかね。びっくりですよね、もうね、鳥肌がだいぶ立ちました。こんな感じの商品になります。もうね、発売楽しみです。もう発売なんだ、もうすぐ発売みたいですね。はい、ね、そろそろ受注が開始される感じです。楽しみです。これね、2つ合わせてキャパシティブースターって言うんです、3万6000円です。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画に面白かったな、参考になったなって方はね、ぜひねグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの公開しています。チャンネル登録はこちらまでよろしくお願いします。はい、はい、あともう少し、ゴールまでもう少し。